みなさん、こんにちは。ルイです。ハインです。みなさんは日本人と話すとき、しかし、でも、だけどから始まる言葉を使っていませんか？もし使ったことがある場合、相手はどんな態度を見せましたか？あなたは怒られましたか？実は、この言葉は否定するときに使うため、相手に良い印象を与えないのです。今日は、しかし、でも、だけどを使うときに注意しなくてはいけない点を紹介します。まずは、ちょっと例を挙げてみましょう。しかしの場合、この計画に沿って進めたいと考えています。しかし、お金がかかると思いますよ。でも、の場合、私、家でベッドを買おうと思うんだけど、どう思う？でも、世話は大変だと思うから、やめた方がいいよ。だけどの場合、フルーツは体にいいんですよ。だけど、フルーツってカロリーがあるでしょ？これらの例を見て、どう感じましたか？しかし、でも、だけどの後に続く言葉は必ず否定的な言葉です。否定語を使う話し方は、日本人には特に感覚を変えます。相手の話を遮り、自分の話だけを欲しい、進めようとする無理な印象を与えてしまいます。しかし、でも、だけどと、何でもかんでも相手の話を否定する人は良い印象を持たれません。だからといって、しかし、でも、だけどを使ってはいけないわけではありません。もちろん、コミュニケーションの中では、相手に賛同できないこともあるでしょう。では、否定をしたいときは、どうすればいいのでしょうか。初めから全てを否定するのではなく、相手の考えを尊重して、受け止めてから、自分の話をすれば、印象はガラリと良くなります。先ほどの例を見てると、この計画に沿って進めたいと考えています。上位計画ですね。しかし、お金がかかると思いますよ。私、家でベッドを買おうと思うんだけど、どう思う？素敵だと思います。でも、世話は大変だと思うから、やめた方がいいよ。フルーツは体にいいんですよ。そうなんですね。だけど、フルーツってカロリーがあるでしょ？どうでしょうか？このように一度相手の考えを受け止めから話し始めると、否定語を使っても柔らかい印象に変わります。いきなり、しかし、でも、だけどと返されると、強く否定された印象を持ってしまい、それ以上、話したくなくなってしまいます。そうですね、と一度受け止めてから始める話し方の方が印象は良くなります。私の話に賛同している、私のことを理解していると感じるからです。私たちも日本に来たばかりの頃、相手に賛同できない場合、これらの言葉をよく使っていましたが、時々相手から、何か嫌な表情をしていることがありました。その後、親さんから否定語の使い方を教えてもらい、改善することができました。日本人とベトナム人の話し方や受け取り方は違いますので、日本人と会話するときには、反感を買う話し方を下げるように、柔らかい話し方で話しましょう。そうですね。今後、さらにベトナムの皆様に役に立つ情報を提供していきたいと思いますので、これからも楽しみにしてください。よかったら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。今日はありがとうございました。じゃあまたね。